タカチャンネルの動画ショー。はい、こんにちは、タカチャンネルです。今回はデラックスビルドドライバーを開封レビューしたいと思います。こちら今更って感じなんですがね、しっかりとねレビューしたいと思います。おもちゃがね最近ねほんとねいろいろ買いすぎちゃって未開封でね溜め込んじゃってるのが多いので開封していきたいと思ってますんでね、はい、ぜひよろしくお願いします。というわけでこちら紹介します。はい、デラックスビルドドライバーです。かっこいいよね、このデザイン。ビルドのデザインね、仮面ライダーダブルの原案としてね出たそうです。あとねこちらのねビルドドライバーね、あの日本おもちゃ大賞にね輝きました。前年のセールス大賞に輝きました。3年連続ですね。2016年のゴーストドライバー、2017年のゲーマドライバー、そして今年2018年のビルドドライバー、3年連続で。ちょっと余談になるんですが、 CSM のねオーズドライバーね、ハイターゲット部門優秀賞かな、そちらの方でね日本おもちゃ大賞を受賞しましたね、今年ね。すごいですね。3次受注まであったそうですね。2月ぐらいまで、2月のね8日ぐらいまでだったかな、確か受注期間があったんですが、僕はもうスルーしましたけどね。ですがね、ちょっとね、CSM のね、龍騎がね、来ますよね。龍騎はね、ほんとね、僕の中で、平成一期の中では一番好きな作品なんで、なんか V バックルとね、あとドラグバイザーもね、出ると思うんですよ。ですが、ほんとね、欲しいなと思っちゃいますね、やっぱりね。どうしようかちょっと迷い中ですが、はい。まあ、そんな中、CSM のね、V バックルはね、受注開始がね、6月の25日だそうです。楽しみですね。はい。というわけでね、まあこちら余談になりましたが、こちらビルドドライバーを開封していきましょう。裏面こんな感じで、一つ目、ビルドに変身、フルボトルをセット、待機音が発動、ラビット、タンク、ベストマッチ、Are you ready? 鋼のムーンサルト、イエーイ。いいですね。光る、鳴る。しかもね、回るんですよね。回るっては書かれてないんですが、光る、鳴る、回るなんですよね、こちら。はい、こちら2番目、レディーゴーとね書いてあります。はい、再びレバーを回して回転ギミックが発動と、光とともに必殺技音が発動、ボルティックフィニッシュ、イエーイ。はい、別売りのフルボトルでゴリラモンドに変身とね、こちらもあります。こちら買ってから随分時が経ってますがね、発売されてからねもう随分経ってますけどね、もうすぐもうビルドのね、もう劇場版がね、公開が近いですからね。はい、もうビルドも終わっちゃいますね、そろそろね。8月4日にね、公開されますね。劇場版仮面ライダービルド B ザワン、怪盗戦隊ルパンレンジャー VS 警察戦隊パトレンジャーアンフィルム、こちらも同時上映で公開されますね。楽しみですね、夏映画。はい、たまらんですね。やっぱり夏映画はね、ほんと夏が来たって感じしますね、ほんとね。はい、お祭り騒ぎですね、ほんとにね。はい、というわけでね、こちらがね、改めまして、ビルドドライバーでございます。レバーを回せ、フルボトルで変身。かっこいい。いいね。興奮してきますね。やっぱりね、開けるのは楽しみですよね。はい、横を見せましょう。こちら、フルボトルとね、ベルトですね。こちらもね、はい、ラビットタンクフォームがね、かっこいいポーズ決めてますね。単4電池を3本使用します。はい、こちらから開けましょうかね。はい、開けましょう。よいしょ。さあ、あ、まあ、ここも、あ、ここも開いてなかった。あ、やばいやばい、危ない危ない。よし、 OK、 開けました。開けますよと、よいしょ。あーもう、あーもう、あーもう、ここも、ここもあったんだ。ここもあったんだ。危ねえ。危ねえ。ここもあったんだ。やばかった。開ける場所がね、3箇所ありましたんでね、ちょっと手間取っちゃいました。ごめんなさい。はい、開けます。じゃーん。さっ。おお、ぎっしり詰まってますね。はい、こんな感じでいかがでしょうか。
すごくね、面白いそうなベルトですよね、ほんとね。こちらのね、ビルドドライバーの声はね、あのね、あの人なんですよね。そう、小林克也さんですね。小林克也さん。あ、もういきなり動くね、これぐるぐると。これ回すと動く。すげえ面白い。面白いね、これ。すごいね、これ。ちょっと回してみますね。おー、回るね、回るね。おー、すげえ、すげえ。楽しい。楽しいね。すごい楽しい、これ。おー、すげえ。まず、こちらがね、ベルト本体。イエーイ、ぐるぐる回しちゃうぜ。いいね。この回すのが面白いですね。ハマっちゃいますね、こちら。バックルですね。こちらね、バックルの色なんですが、ちょっとね、気になったんですが、ちょっとこちらと似てますよね。こちら戦国ドライバーなんですが、ちょっと色はね、ちょっと似てますが、ちょっとに、あ、ちょっと濃いね。こちらはね、ビルドドライバーの方なんですが、ビルドドライバーの方が色が濃いですね。で、こちらベルト止めですね。そしていよいよお待ちかねのフルボトルです。こちらがタンク。こちらがラビットですね。はい。おふしゃかしゃか。いい音鳴りますね、これ。これいい音鳴ってますよ。すごいっすよ、これ。ここがね、認識ピンなんですね。はい。いいね、これやっぱり。でもこの回すのもいいよね、この、ね、回すのがやっぱいいっすね、これ。ぐる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 ね。で、ここ、あ、ここテープがついてますね。ちょっとね、剥がしておきましょうか。こちらのテープ。ペロン。ペロリンチョーン。うわ。いいね。では、ちょっとね、電池を入れましょう。ここにね、穴がありまして、ここをスライドさせて、ここ押しながらスライド、下にスライドですね。あ、いた、いた。あ、いた、いた。あ、いた、いた。おー、危ない。おー、はい、はい、はい。そしてね、ここでね、電池を入れます。はい。よっ。これはね、ニッケル水素電池ですね。頻繁にね、遊ぶことなくなっちゃった場合ね、電池をね、入れっぱなしにしとくとね、危ないので、液漏れとかもあるんで、充電タイプの方がいいかなと思って、充電電池入れました。はい。どんな音鳴るんでしょうかね。楽しみですね。こちらね、そう、小林克也さんってね、ラジオ DJ のね、方がこちらのね、ベルトの声をやってます。はい。ね、この回転。歯車で、しかもね、このね、細かいところね、ちゃんとね、造形がね、ここもこだわりですよね。はい。すごくね、なんだろうな、この発明したものって感じがしますよね、本当に。物語の中でね、桐生千斗がね、発明したね、ドライバーなんですがね、はい。そしてビルドのマークですね、こちら。この分割線がね、2種類のボトルを差し込むという意味合いを持ってますね。この歯車の部分もね、ここも回転するんですよね、ここもね。ここも動くのがすごいですよね。ここもね、ここ。注目ですよ、ここ。はい。こんな感じで動くんですよね。何かこのね、模様が描かれてますね。いろんな複雑な模様がね。うん。なかなか凡人にはわからないな、このね。天才が発明した。このベルトのね、模様、デザインはね、複雑すぎてよくわかりませんがね、後ろも見ていきましょうか。後ろはね、こんな感じです。改めて、後ろはね、やっぱいろんな複雑な感じがしますよね。はい、複雑ですね。はい、ではね、この辺でちょっとね、音を鳴らしてみましょうか。はい、さあ、行きましょう。電源を入れます。おお、かっこいいね。回してもね、何も変化はないですね。はい。キュイーン、なんかすごいかっこいい音鳴りましたね。番組中で出てくる音ですね、多分ね。ベルトをね、腰に当てた時の音ですね、多分ね。そんな感じだと思います。僕的に。はい、思いました。こちらね、劇場版のね、方の話しますが、劇場版のね、前売り券はね、7月7日からね、ゴールドラビットフルボトルと、シルバードラゴンフルボトルっていうのがね、ついたセットがね、前売り券で出ますね。そちらがついてくるそうですね。前売り券にね。
3400円ぐらいだったかな、確か。フルボトルをよく見てみましょう。こちらはラビットフルボトルですね。こちらが回転させることができます。カチッとカチッと鳴ります。こちら一周回せますね。こちらカチッ、ウサギさんのマークがね彫られてます。横向けるとこんな感じ、スケルトンデザインですね。すごいですね。そしてこちらがタンクフルボトル。戦車の模様っていうのはねよくわからないですね、こうしてるのかどうか。あ、戦車の模様してますね。これね、大砲がここに積まれてて、ここがね本体の部分ですよね。こんな感じですね、はい、横向けるとこんな感じで。ではね早速ね電源オンした状態なんで、まずスロット1というのはねこちらなんですよ。こちらにねスロット1があるんで、こちらにねまずまっすぐのこのね絵柄をまっすぐの状態にして、ここにスロット1に差し込みますね。おお、すごいすごいすごい、差し込む、ちょっとドキドキ感がすごい。これこの音がいいね。またいきますよ、差し込みます。おお、いいね。そしてこちらスロット2にはめ込みます、タンクを。あれ？ミスった、ちょっと待って。待機音発動しました。はい、これはね約30秒流れるそうです。はい、変身。おお、すごいね。これもう一回ちょっとやりますね。ちょっとやり直します。ちょっと、はい、もう一度いきます。変身。おお、かっこいいね。いや、いい音ですね。これ、はい、あ。あ、これね、必殺技音になっちゃいましたけど、こちらね、必殺技音、ちょっと今、軽く触れただけで鳴っちゃいましたね。ここがね、ちょっと触れただけで、こんな感じでね、もうすぐ鳴っちゃいますね、必殺技音はね。はい。もう一回行きましょうか。いやー、カラフルですね、すごくね。色がね、紫とか緑とか白とか赤とかに変わりますね、色がね。すごいね。いやー、かっこいいね、すごい。ここも動くんですね、フルボトルのね、ここがね。はい、すごいね、これ面白いね。すごい着脱音がちゃんと鳴りますよ。
今ちょっと一瞬鳴りませんでしたが、ミスで鳴りませんでしたが、はい、着脱音は鳴りますね。こちらよくしっかりと、なんとなくちょっとね、タンクだけ入れてね、ちょっと回してみましたが、仮面ライダービルド、ハテナタンクホームになりましたね。はい。こんな感じですごいね、面白いですね。ギミックが面白い。何度でも遊びたくなるね。イエーイ、すごいね。いや面白いね、小林克也さんのね、ハイテンションな言い方いいね。ジーニアスフルボトルもね、近々発売が近いですがね、はい、もう6月16日だからね、発売、まあ、この動画が公開されてる頃にはもう発売してるかなって感じですかね。はい。さあそんな中ね、こちらね、はい、いやーすごいね。あ、着脱音鳴らないね。鳴らない時あるね、これ。接触はね、ちょっと。すごい。いや、いいね。何回も遊ぶのが楽しいね。こうやってね。いやー、楽しい。はい。というわけでね、こちら、デラックスビルドドライバーを開封、レビューいたしました。ここ持つ部分ですよね。こうやって。こんな感じで持つのかな？で、こっちで片手でね、こう回すっていう感じですよね。はい。このギミックが面白いですよね。発想が面白い。この回す。ハンドルを回すみたいなね。思いっきりガーッと遊ぶのが楽しいね。はい、面白いね、これね。今さら開封しましたがね、面白いですね、こちらね。はい、というわけでチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。というわけで次回もまた見てくださいね。グッバイ。こんにちは、チャクチャンネルです。こんにちは、チャンネル登録してね。こんにちは、タカチャンネルです。こんにちは、コメントも待っています。